はようございます。3月29日金曜日朝の8時50分です。ここは名神下り尾張一宮パーキングエリアです。今日行くところは岐阜県養老町。荷物は精密機器三台口です。十字の日ということで、まあここから27キロ、近くのコンビニまで行って他のトラックと合流したいと思います。その後は揖斐郡から 土曜日着の明日着の渋谷という予定です。9時20分、卸場所近くのコンビニです。まだ誰も来てない。まあ卸場所ここから歩いて5、6分かかるね。3台口で助手がいないから3人で手伝いながら卸さなくちゃいけないんだけど、卸場所が狭くて多分1台ずつしかトラックつけれないと思うんで、で周りの道も狭いしどうかなと思うんですよね。まあ入居人に電話してみて、2台ぐらいなら大丈夫だと言われれば2台行くし、ちょっとそんな感じですね。電話したらやっぱり1台ずつだそうです。はい、お疲れ様です。11時30分、10時から始まって1時間ぐらいかかりましたね。1時間はかかったな。なんか3台いっぺんに入りましたね。裏の方が広くなってました。ということで終わりまして、これから次の積み地向かいます。揖斐郡、ここから30キロぐらいです。で午後1時半に入ってくれということなんで、まあ昼飯タイムありますね。荷物は重機です。まあちょっと面倒くさいかなーって感じ。あまり好きではないけど、頑張って積みましょうよ。はい、では近くのコンビニまで移動したいと思います。3台口の最初はケースものをウィング開けて横から下ろしました。でその次大型冷蔵庫みたいなやつですね、それ5台で、その次に自分の分ですね。これは全部後ろからゲートを使って下ろしてます。はい、では移動。
12時です。近くのコンビニで昼飯。おにぎりですね。おにぎり。はい、1時50分。積み缶です。えらい少ないよ。赤棒で行けるぐらいの荷物です。軽いし、まあ数が少ないから軽いんだけど、20個ないな。そんな感じでベタ置きです。ベタ置き。ということで、明日の 朝9時渋谷区千駄ヶ谷。つけていきたいと思います。雨が上がって晴れてきて気持ちいいですね。はい、じゃあ気をつけていきます。はい、お疲れ様です。午後3時50分、岡崎サービスエリアです。ここでシャワーして、御殿場まで、足柄まで行くかな。足柄で休息して、行くっていう感じですかね。はい、シャワー行ってきました。もう空いてますね、ガラガラ。さっき電話かかってきて、あの入居人から、当初9時予定だったけど10時にしてほしいって。助かりますね、早起きしなくて済むから。荷物確認したら12個ぐらいしかないですね。12個ぐらい。いい天気だ。はい。じゃあのんびりと行きたいと思います。午後8時、ここは東名上り足柄サービスエリアです。休息です。あの藤枝で晩ご飯食べてきたんだけど、唐揚げ欲張って5個
5個入りの定食を頼んでしまいました。欲張ったね。いやちょっと無理して食べちゃったな。やっぱり3個にしとけばよかったな。1個がねでかいんですよね。ちょっと後悔しております。まあ、3個だと800いくらだったかな。5個だと1000いくらだったかな。ちょっと後悔しました。美味しかったけど。ということで、で明日はあれだな、首都高3号の渋谷で降りて、まあそこからちょっと走って行けば着いちゃうね。で千駄ヶ谷10時下ろしです。で荷物がちょっとしかないから、下ろし始まればさっとすぐに終わります。でまあ担当者と連絡ついて電話したんだけど、中には入れないから路中で降ろすそうです。でその後は夕方5時の港区新橋集荷で、卸しは月着の神奈川県愛川町というイベント用の荷物ですね。ということで今日は終わりです。で今度の日曜日は連続勤務になっちゃうので休みです。ということで終わります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録グッドボタンお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。